枠谷城は、宮城県東田郡枠谷町にあった、日本の城。別名枠谷要害仙台平野を投流するエアイ川が、ヘラタケ丘陵,陵から南に伸びる、小規模な樹脂状丘陵にぶつかってやや南に向きを変え、同丘陵に沿って流れる区間がある。枠谷城はこの区間の同丘陵上にあり、標高約5メートルを流れるエアイ川に、西側から南側を守られた、標高。 約20メートルの絶上地を窮地とする。色川家や中里や鎌田家などが城下町に来場した時などの世話をしたとも言われている。もともとは、大崎市の家臣の枠屋氏が所有していたが、豊臣秀吉の天下統一に伴い木村氏を経た後、伊達氏の家臣渡利氏の居城になる。二代茂宗、三代帝宗を経て城郭を整備し、後に帝宗は、 伊て氏を名乗ることを許されるまでになった。しかし、低層の後を継いだ、伊達宗重が後継者問題などで、原田宗介と対立し、ついには殺害されてしまう。現在は、城山公園となっていて、春は桜の名所として知られる。城内には、墨櫓が現存し、県内で唯一の城郭遺構となっている。その隣に山宗櫓に似た、 天守風の建物があるが、いわゆる疑似天守である。ありがとうございます。